そしてブルガリアのサントロバ選手です。実は彼女身長も低くて、ヨーロッパの選手としては体型的には恵まれてないのかもしれませんけれども、その何か可愛らしさとか、はい、そういう部分でその小ささをかえって武器にしているような、そういう感じを受けます。マリア・ペトロバ選手の若い頃を思い出させる選手ですね。そうですね。身長は160センチ。体重が37キロです。可愛らしいですよね。しかしこの小さな体の中に、ブルガリアの新体操の基本は世界でも一番素晴らしいんだ、これからも他の国とは違うものを見せてはいけなきゃ、というプライド、そして期待を背負っています。はい、そういう部分が演技に十分見えます。この正確なピボット、形を考えながらのピボットですから、本当に難しいですね。初めて見ましたね、ここまで難しいテクニックを入れた選手というのは。今年の世界選手権は6位でした。はい、でもこれからメダルを狙ってくる選手ですね。そうですね、若いですからね。